ます。アクリルネスカ高橋直也、課題ベビーリーフの養液栽培で濃度の違いです。課題設定の理由、私の実家では実家でレタスなどを育てています。実家ではそこを栽培しか作ってないので養液栽培に興味を持ち、将来やってみたくこの課題設定にしました。